れかな、サッシーかな。ジャン君、おはよう。はい、おはよう。お腹鳴った。お腹空いたぜ。ジャン君、おはよう。おはよう。ジャン君、ジャン君、顔が映らんよ、ジャン君。おはよう。はい、ポンちゃん、おはよう。おはよう、ポンちゃん。ポンちゃん。ポンちゃん。また、ポンちゃんはお布団をしまうの。邪魔してくれています。ポンちゃん。必ずやります。そしてピントが迷っています。少し、困ったな、このピント。ポンちゃん。ポンちゃん。はい、一瞬合う。あー、外れる。ポンちゃん。ポンちゃん元気だね、ポンちゃん。ポンちゃん。ダンスに乗ったから冷たかったんでしょ、ポンちゃん。ポンちゃん。ポンちゃん。うん、おちょいでよ。ぽんちゃん。ぽんちゃん。ジャン君。あ、ジャン君。あ、ジャン君、ジャン君。へい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 。へいへい、ジャン君。へい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 。ジャン君、走らない。じゃんけん。どうした？昨日バカスタンってバッタンってなったから裏返ししたのよ。ああ。そっち行っちゃうの？これを探してたんですね。はい、どうぞ、おいで。おいで。
ジャン君、なんか匂いする？はい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 。ジャン君、今日は、おばあちゃんのコロナウイルスとワクチン3回目接種なので、2、3時間お留守番お願いします。まだちょっと時間あるけどね、あとで自転車で行ってきますからね。ちょっと寒そうだね。長いコートしかないのがちょっとあの自転車には不利なんだけどな。短い方を着ていけばいい。短い方があるんだっけ。え、いつも前着てたやつ。ああ、あれは短い方になるの。お尻が隠れるくらいで。そう。わかりました。新しい方がめっちゃ長いということです。ということで、コロナワクチン3回目接種会場に行ってきました。自転車で行って、自転車で帰ってくる向こうで5分くらい母と、やーって言って、じゃあ帰るって言って帰ってきました。という感じです。ジャン君。ジャン君はさっき甘えたけど、もうヒーターが大事なのね。うん。ポンちゃんはどこ行っちゃったの？直にいるよ、マックの前。おお。黒くてわかりませんでした。ポンちゃん。ここなんかちょっとスースーするな。やっぱり風が入ってきてるね。うん、あれかな？サッシーかな？はい。ということでした。